どうもこんばんは、エネムです。さあ今回は復刻した円環の特急をですね、ひなみサンドでやっていきたいと思います。まあ断罪でやってもよかったんですけど、まあね、ひなみでやるのがいいでしょう、このイベントは。そっちの方が雰囲気出るしな。これさ、一応やったんだけど、クインケ全部集め終わってなくてね。これどっちが手に入るんだ、1か2かどっちか分かんないんですけど、多分 1?2? 分かんない。でもね、1本ずつ、2本ずつぐらいしか持ってないような気がするんだよな。かわいい。やっぱあれっすね、本気なサウンド久しぶりに使ったけど HP お化けだな。まあ本気なでサウンドしなくてもね、なんだっけ、本気なじゃない、あの救出部隊の方、名前が出てこねえ、まあ名前が出てこなくてもわかるでしょ、見てる人な。あっちのひなみでサンドっていうかやった方がまあいいんじゃねえのって気もするが、これフロア何歩だ、3か、これ3だな。久々すぎて全然覚えてねえ。1年ぐらい前なんじゃねえのこれさ。こう窓殴りに行った方がいいのか。まあ最後はあれでしょう、いつものスキルブッパで終わるんじゃないかな。うん、強いっすね。今回のガシャの特攻の投下欲しいんすよね、あれ。まあ結局ガチャで出てきたもん全て欲しいんだけど、黒羽より欲しいですね、普通に。輪行投下より、あのボイスがいい、ボイスが。ゲス野郎がすっげえさ、ちょっと使わせてもらったんだけど、フレンドの。よかったね。あ、最終フロアか。これ2だよね。1はあっちのね、パパの方で。いじめすぎだろ。68万か。あー、そこまで火力は出てないけど、負傷をさしてくんのがうざいって話なのかな。12、上口2な、使ったことないんだよ。昔なんか強かったような気がする。誰に持たせてたっけ。範囲撃ちましょう、撃ちましょうっつって窓に当たんないから、やっぱやめときましょう。ここかな。出血して速度ダウン、攻撃力ダウンかしてんのかな。ここで撃つか、スキル。はい、ズドン。やっぱ普通に本ひなは安定はするのはするが、めちゃくちゃ強いってわけではない。あとであれだな、新しい UR の亡きの詳細も見に行くか、これが終わったら。あれ、俺のさ、ひなみスキル打ってないのになんでスキル溜まってねえんだ。延長されたのかな。
裕だな、やっぱ昔のイベントは。まあ、特急だしな、超級イベをさ、超級イベをレイド、今やってるレイドをやる感覚ぐらいで開いてほしいんだけど、まあ、あれだよな、超級イベ考えるの難しいよ。絶妙な配置にしなきゃ、適当な配置にしたら速攻でクリアされちゃうだろうしな。あら、倒せなかった。フリ属性なんか。壁役しろお前壁役まで行け。なんであそこで妥協したんだ。なんかイラスト微妙じゃね今の。はい、ま、笛口2をねフル覚醒させて2本ぐらい作っとこうかな、予備に。ということで、あ、まだだったわ。泣き見に行こう、泣き。タイプガシャ範囲、これさ、範囲って範囲しかいないのかな。だよね。で泣きだけなのこれ。え、これ結構さ、泣き欲しい人って引いた方がよくない？紫ポット出た瞬間勝ちやん。月山おらんやん。なんか他おったっけ、範囲って。おらんよな。あ、店長か。店長もおらんし。結構泣き推しの人はこれ出た瞬間勝ちなんじゃないですかね。まあ、確率は知らないですけど。共同戦線、範囲タイプの仲間は攻撃70、タイプ30、生存する敵が3体未満なら襲撃ダメージ。強くない？これ結構強いと思うよな俺。あのあれだよな、この前出たさ、あのひなみの貫通反射ガシャだっけ、あれ出たの、新しいひなみ、あれにちょっと似てるのかな。リーダースキル、スキル1、細切れにしてやら、生存する敵は3体以上、このターン自身の衝撃ダメージ、あー、これあれか、敵のあれによって変わんのね。3体未満か、3体以上によって変わるのか。範囲内の敵に 800% ダメージ。うん、細切れにしてやら、ダメージ350、範囲内の敵に消す。あー、なるほどね、スキル強化。うん、最初なんだっけこれ。ああ300か、プラン150%加算されたの。ああ、なるほどね。まあいいんじゃない、普通に強いと思う。青霧だしね。よし、じゃあ引く人は頑張って当ててください。これなんだっけ、確定だっけ。あれね、6連で1枚確定とかではないと、そういうことですかね。でもなんか SSR 出た瞬間範囲確定とか、まあ当たり前だよね、それは範囲ガシャなんだから。ということでね、まあ引く方は頑張ってください。お疲れ様でした。また次回実況でお会いしましょう。